こんばんは。こんばんは。ゆみりんが10時半をお知らせします。さん、まずは、改めまして TGC イベント1本当にありがとうございました。今日無事終わりました。皆さんのおかげですごく素敵な着物を着させていただきました。襟どうなってるの？こうなってます。はい、ありがとうございました。髪の毛とメイクはそのままです。お、LINE ライブで見た。ありがとうございます。敵の足が見えなかったのは残念だけど。そうですね。そう、たまたま着物が青色で、たまたまです。本当にすごく綺麗な青でしたよね。まさかの着物ね。みんな、どういう服なんだろうって想像してましたよね、きっと。多分着物っていうのはあんまり想像してなかっただろうな。自分で選んでたとか、ファッションショーで自分で服選ぶ人なんていませんよ。あ、服いいか、いいな、ありがとうございます。着物っていつ知ったの？着物を見たのは本当に今日着替える時に。実はそう、リハーサルとかも出れなくって、昨日も京都にいて、今日も広島でトークショーをやってからだったので。そうなんです。だからこうフィッティングと衣装合わせとか、リハーサルとかも出れなくって、で完全に秋服だと思ってた。まあそう考えますよね、普通に。9個目か。そう、でも2人がね、やってる時はね、ついたかつかないかぐらいで見れませんでした、残念ながら。でも 17kg 着たって言って、すごい写真も見せてもらったけど、めちゃくちゃ可愛かったです。ちょっとね、インスタグラムとツイッターを更新しようと思うんですけど、私がインスタグラムに載せたいと思ってた写真で、お誕生日会の、お誕生日か、お誕生日の最後の写真があるんですけど、お誕生日の日の。そっち更新してからでいい。そう、もうこれで最後、お誕生日の写真。あ、メールにはいっぱい送るよ、もちろん。
SNS に載せるのはこれがラストかな。ラストバースデー。できた。いいねが1000いくとぐらい開けよっかな間を。で1000円ぐらいいったらまた今日の投稿します。その間あれだね、ツイッター考えとこ。インスタやってツイッターやってインスタショー。そう、最初はインスタグラムからです。今日のじゃ全然ないやつ、お誕生日の日の写真を今さらあげてもよろしいでしょうか。その後に今日のやつをツイッターに載せて、あと今日さ、メールでさっき撮ったさ、送ったさ、いろんな人と撮った写真をさ、ツイッターに今日中に載せれたらいいな。今日アイズワンさんとは撮れてないんです。でもさくらさんとたくさん会いました。宮城さくらさんと。そう、なんでいるのって言われた。私も実は出るんですって、うん、それでは皆さんインスタグラムの準備はよろしいでしょうか。誰が1いいねでしょうか。それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。シェア。あ、やばい、ちょっと、あー、ちょっと1いいね分からなくなっちゃった。はあ、ちょっと油断してた。ちょっとじゃあ私の中の1いいねでいいですか。ちょっと、私のこの今見た中で一番最初に表示されてる方を読みたいと思います。平吉さんと、ファング・ユ・エ・ウィンさん、マサキンさん、見れない、うん、ジョー STU さん、タネさんです。ありがとうございます。はい、かわいい。3枚目の写真みたいな表情の意味に好き。嬉しい。また最後見つめ合ってる、えへへ、面白い。また誕生日のナナちゃんとのね、いいね、ありがとう。モデルのお仕事お疲れ様、ありがとう。自然がありがとう。すごい、もう300いいね、ありがとう。え、タワーが来たよって。何これ、タワーなの、10月タワーなの。あきんどさん、久しぶりの対戦ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。あきんどさん、これはじゃあ黒猫雲タワー、へえ、クマッショイなのかな、なんだろう、ありがたわー、わっしょいわっしょい。
突然ですが外亀にしまーす。でん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 。にゃんにゃんがいます。あんこーん、あんこちゃんです。桜終わりに今日の夜は実家に帰ってます。おねむです。寝てます。あんこと添い寝なう。なんかと添い寝なのに使っていいよ。あ、怒っちゃった。もう眠たいって。ごめんねごめんね。お眠だそうです。あ、ちょっといっぱい見えちゃう。あるかもいっぱい見えちゃう。ここあんこの陣地でございます。よいしょ。そう、いっぱいちょっと物が置いてあるのが見えちゃいましたね。ふがふが言ってた。そう、よいしょ。にゃんにゃん、あて、あて、おかわり。かわいいでしょ。かわいい。お利口さんだね。でしょ。カメラは嫌いですけど、お利口さんです。そう、眉毛があるの。かわいい。お、580いいね。じゃあちょっと今のうちに写真選んどこ。ドレミ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 。そう、ちょっと写真をいっぱいね今日撮ったので載せる写真を。チョイスしたいと思います。今日初め、何気に初めて日向坂さんのパフォーマンスを生で見させていただきました。何気に初めてだな、生で見るのは。うん、10月27日に行われる ST48 第2期生を最終オーディションのイベントの最後に最終審査で選ばれた第2期生候補、それから投票していただいたファンの方々に感謝を伝えるお見送りをいたしました。ってすごい、もう早速会えるんだ。すごいね。私たちなんか5月3日の初お披露目で
初めてファンの人の前で名前を言い、6月3日に初めてパフォーマンスをして、そこでなんか初めて、そこまではずっとショールームだったから、なんかファンの人がいるっていうあんまり実感がなくって、そうなんか初ライブしてやっと、ああファンの人って実在するんだって思った。から2期生はあれだね、もう早めにファンの人の、そんなかなった。マイキューとコックも可愛かったね、めっちゃ似合ってて可愛かった。ファンの人はアバターじゃないんだ。まあでも本当にそんな感じ、みんなアバターでしかなかったから。だってぶっちゃけ機械と話してって言われても、ああなるほどって感じだし、顔が見えないからね。うん、そうなの。本当にそんな感じでした。そうで、握手会で初めてなんか、なんだろうな、私を応援してくれる人の存在をたくさん知ったか。この子だけ、この子しかって、まあ最初からそういう人ももちろんいますけど、なんだろうな、まあこの子気になってるんだけど、まあ、STU 見に行くみたいな、なんだろうな、そうそう、なんか握手はね、私としか話せないから、私に会いに来てくれてる人しか会わないわけで、だからすごく嬉しかったです。 DD ですいません。 DD は謝ることではないと思いますよ。ただ DD なのにダウン氏だよっていうのは、それは良くないけど、DD は別に謝ることでもいけないことでもない、そう思いますよ。もっと自信持ってください。7人までは単押しです。それは単押しではない、何人か好きの、うん、 DD ですね。単に推しが多い場合は単推しですか？うん、それは単に推しが多いだけです。はい。それは略せません。何人までなら許せる？別に私、自分のファン、私を知ってる人しか来ないでっていうわけじゃないから、別に許さないことはない。300人推してても、いいですよ。うん、もちろんね、その中でもうユミリンしかって言ってくれるのがなんだかんだ一番嬉しいのかもしれないけどね。うん、その中でね、一人だけ選んでくれてるっていうのはすごくレアなことなので、ありがたいことなので。本当に可愛かった、ドレミ。あとは笠かなおさんの、それでは聞いてくださいキュンの言い方がめちゃくちゃ可愛かった。てかなんか曲振りが全部可愛いなって思った。曲振りが全部、こんなに好きになっちゃっていいのっていう曲振りもめちゃくちゃ可愛かったです。キュンとした、え、もうそこでキュンとした。それでは聞いてくださいキュンで、もうギュンってなりました。夢力もかわいいよあんまり言わなくなったね最近。うん、
あんまり言わなくなったな。お力って曲振りするとこがなくなりましたよね。カノの悪いモノマネは、ね、かわいいよね。今日髪飾りがめちゃくちゃ大きくって、顔の半分、頭の半分ぐらいありました、髪飾りが。今日で女性ファン増えたんじゃないか。あ、でもなんかすごく驚いたのが、この中にも言ってくれてるとかもしれないんですけど、なんかユミリンとかユミコっていう内輪が見えて、なん結構びっくりした。めっちゃ嬉しかったです。びっくりした。もうなんか、そう、なんかランウェイ歩いて手振ってる時はみんな手振ってくれるんだけど、なんかごめんね滝野でごめんねって思いながら手振ってさなんかあとりあえず手振ってくれてるんだろうな、ありがたいって思いながら歩い、なんか手振ってました。お主催だらけと聞きました。そうですね、特に日向坂さんのパフォーマンスの時はもう私のお主催、ちょっともうみんな私ファンなんじゃないかなっていう感じでしたね。はい、ちょっとツイートしますね。ちょっと待って。CCC 北九州2019が正しい正式名称ですかね。お腹鳴った。ちょっと待ってね。あ、にゃんにゃんがどっか行っちゃう。TGC 北九州2019。はい、素敵な着物で歩かせていただきました。着物大きい髪飾りも素敵。ハイビスカスを、どこだ、パラオのパラ
黒の着物なんです。これあんこの足跡。あんこあんこ、おいで、こっちおいで。そう、パラオ、おいで。来ました。あさり、ここにいます。にゃんにゃん。困ったね。あ、山口は雨が降ってます。あて、そう、STU48。 感無量。それではツイートしまーす。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はいな。まだ、あ、できた、今できた。はい、1個目、ユーティーさん、エリオル丸、ミオ丸、神吉さん、夢のサンタ、STU、ユミリオンシさん、トモリさん、1、2、3、4、サトケンさん、はい、いいね、1いいね、パヤシさん、 2がアコさん、3いいね、カイトさん、4いいね、阿部ちゃん、 NGT48 ドラフト研究生推しさん、3がね、ちょっとね、韓国語で書いてあってね、読めないんだわ。多分ショールーム見てるはず。あなたは誰？ AKB48 チーム4も好き。リンゴのマーク、リンゴの絵文字があるから、多分ユイリーさん推しだと思う。リツイートもしてくれてる。あなたは誰？あなたは誰？こんにゃく、こんにゃく、そうや、名前読めないんですよ、私。あ、ない、ちょっと待ってね。そう、トークアバウト始まりました。トークアバウト放送される地域の皆さん、聞いてください。山口は放送されません。放送されない地域の方はラジコで聞くことができますので、ぜひ
と待ってね、私これ相当時間かかるわ。こんにゃく、ちょっとめっちゃ手が震えてるけどごめんなさい、左手苦手なんです、申し訳。そう、鉄道座談会で呼んでもらいました。なぜボーベムベムさんって出る、でも絶対違う。でも多分ね、多分ショールーム見てるんだよね、だからね言ってあげたいんだよね。そう、待ってね、書くわ、書いたら誰かが読めるはず。あー手が震える。333人目でした。おめでとう。あ、じゃあちょっと、あ、意味、発音合ってる。あのね、ちょっとじゃあ多分この説明で分かる人は分かると思う。甘いの一個内板に舌がとのカタカナのとのこうなってる板とが一文字目で、二文字目が甘いの一個しかないそのやつ。そう、廿日市の初みたいな、そう、そんな感じのやつの突き抜けてない版にアルファベットの H が横で、その下が口が2文字目、3文字目も一緒。わかる方に聞きたい。一文字目が廿日市のその、あ、さっき見にがあったの、じゃあボーベムベムさんかな。カムサムニダー、ありがとうございます。難しいね、難しい難しい難しい。あ、すごい、もう99変身来てる。振り袖着ててもユミンのスタイルの良さが分かる、めっちゃ似合ってる、ありがとう、優しい。ビューティフルユース、やった、お綺麗です、似合う、綺麗、綺麗だね、素敵です、嬉しい、素敵って、みんな綺麗、ありがとう。着物を着るユミン可愛い、すごい似合ってる、大好き。青い着物といえば滝野由美子さんですよね。もうメロメロ、見てた、すごい綺麗だった、へへへへへ、やった嬉しい、嬉しいな。ドレミドレミドレミレミドレミドレミ、1500行ったらちょっとあの写真載せよっかな。
そしてインスタグラムが、1456いいね、ありがとうございます。え、めちゃくちゃすごい。30分で着物きつかったです。じゃあちょっとインスタグラムにも投稿しようかな。インスタの質問で遅れたの引きずってる。バーになりました。やばいやばい。やばいやばい。残り 20% になりました。やばいやばい。いや、やばいよやばいよ。やばいよやばいよ。あれどれだっけな、インスタグラムにこれ載せようって思ってたやつがあるんだよね。これかな。ドレミドレミドレミ、これかな。これだ。1234。TGC きたきゅうしゅう2019、ありがとうございました。ハッシュタグ TGC 北九州、ハッシュタグ T、 ちょっとねインスタグラムはねどっちもつけとこう。ハッシュタグ北九州、2019、ハッシュタグ STU48、 ハッシュタグ滝の由美子。あ、そうだ、モデルプレスさんがね正確な情報を、なんか間違えた情報を上げてたら怖いよね。モデルプレスさんはさ、そう、モデルプレスさん確実そうだよね。
国指定重要無形民族文化財に指定された小倉祇園太鼓と TGC のスペシャルステージに出演。小倉太鼓、小倉祇園太鼓の調子に合わせて色鮮やかなブルーを基調としたオリジナルの着物を着用しランウェイを歩いた。ランウェイを歩いた小倉か。合ってた。そう、博多だから、博多じゃないわ、福岡県だから小倉かなと思ったけど、あれで小倉さんって読む人がいるからどっちだろうって思った。間違えんな。間違えてないよ、私最初に言ったけど、あれでもどっちだっけってなったから、間違えてはないよ。そう、着物、歩くのは緊張しましたが、とても素敵な私もググってんや。パラオ着物、え、ほんとだ、ほんとだ、私が着てたやつだこれ。え、もろそうじゃん、これそうだよ、私が着てたやつこれね、鳥のね目がねラインストーンになってるの、可愛くない？はい、インスタグラムの準備 OK、 タグ付けする。 TGC さんのさ、アカウントってないよね、スタッフ、 TGC スタッフ、 TGC スタッフはどれだろうな、ちょっと怖いな、これさ全部戻んないとさあれなんだよね。お待ち、おーん、 TGC アカウントうん、公式マークがあるやつが合ってる？ちょっとなんかね、3つぐらいアカウントがぽいのが出てきて、どれかなって。まあでも公式マークついてるし、そうかな。いよいよ明日の北九州にって言ってるから、きっとあげてくれるよね。
今日の写真とか。あ、残り 10% になりそう、そろそろ。ちょっと待ってね、ちょっと待って。プレイバック、プレイバック、今の言葉、プレイバック、プレイバック。投稿どこからだっけ。ここからか。ゆっくり待っとるよ、優しい。あ、待って、嘘でしょ、嘘、マジ。ショック、下書きされてなかった、私最初から。激な絵。激な絵。なんで。ピエン。TGC。ああ、また、き。あ、北九州って出てきた。2019。ありがとうございました。ランウェイを歩くのはとても緊張しました。でもとても楽しかったです。またご縁がありますように。ハッシュタグ DGC 北九州とハッシュタグ DGC。私いつの間にか切れてそうだな。いつの間にか、いつの間にか配信あと 10% になって切れて、そう。北九州2019。ああ、ハッシュタグ STU48。 ハッシュタグ滝のあゆみこ、ハッシュタグ着物、ハッシュタグランウェイ、ランウェイ。タグ付けする。位置情報ね、あれどこだっけね、スタジ…ねえ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 、自分で調べよう。西日本総合展示場新館。あ、すごい打ってくれてる、西日本総合ありがとう。西日本。あ、出てきた出てきた。新館と本館があるんだね。はい、できました、皆さん朗報できました。そしたらちょっと一段落するかな、 SNS は。それでは行きます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ピエー
ょ、ちょっと待ってね、そろそろもうさすがに充電器に挿します。よいしょ。いいタイミングで止まった。じゃあ1、次はもうちゃんと大丈夫です。1人目、はい、カッターさん、1ファボ1いいね、カタさん、加藤さんじゃない、カタさん。2番目、シュガーさん。3番目、京太郎5123。1234。竹村のぼるさん、竹村拓さんかな、5。遠藤勝ううさん、はーい。甘い。インスタ本命勢多いわね。確かに。あ、すぐるかなって、すぐるさんですかね。ありがとうございます。すごい、日向さんがもういいねしてくれてる。日向さん嬉しい。すごい、日向さん早い、お強い。さっきの投稿もね、いいねしてくれてるんだ。さっきの投稿は浜日向さんと、あと西まりなさん、 SKE さんの、あとはチーム TP のチアちゃん、オーワンオーさん。そう、あとは山部あゆさんとはるるん。想像したやろ。着物に合ってるよーって、ありがとう。インスタ見てくれてるんだね、嬉しいな。こんばんは、ふるこんばんは、ふるん。あ、着物ってさ、ねえねえ、着物ってさ、ローマ字で書いたらさ、よくない、よくないってね、いい考え、どうですか。なんか外国の方とかさあ、それで検索しそうじゃないね。キーマーなできた。
でも結構投稿されてますよ、ローマ字の着物で、着物が649万件すごい。すごいね、誰かに引っかかりますようにね。インスタグラムってすごいな。ハリウッドデビューしようね。何？なんで？そう、さゆりさん卒業です。そう、びっくりした、私も。名前がトレンド入りしてたからまさかと思ったら、そうでした。そう、チュリさんも卒業、びっくりした。私昨日も安定の、昨日も3時に寝たんですけど、寝ようと思ったらチュリさんがトレンド入りしてて、トレンド入りで知るっていう、私卒業さんを、違う、あれかな、トレンド入りじゃないわ、トレンド入る前に知りました。あのスクランブルエッグ編集長さんがツイートしてて、それを見て知りました。うん、そう、寝る前に、あの時間の卒業発表初だから、まあそうですよね、私ももう寝ようかなと思ってツイッター開いたら出ててびっくりしました。うん、そうなんです。3時に寝よっかなは笑う。そう、最近3時4時満だから私。なんか、うん。でも今日は多分すぐ寝ます。実家だと、なんか、あったかいもふもふがいるんで。し、お母さんもいるし。お母さんと一緒に寝てます、実家では。他では一人で寝たことないです。うん。もふもふは早寝早起きです。私が起きた時大体もうおばあちゃんと散歩行って帰ってきてる。もう散歩行ってきたよ、おはようって感じ。寝相はいい方。うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないですか、きっと。でもちっちゃい頃 いとこと並んで寝てた時に、いとこもあんまり寝相が良くなくって、で私は人にくっつくんですよ、なんか寝る時にこう人にくっつきに行くですけど、気がついたら朝起きたらいとこと位置が変わってたことがあって、そう、それはマジか、そう、イリュージョン、え？みたいな、私そっち側で寝てたよねっていう、わかんない、二人とも寝てるからわかんないの、入れ替わってる、全然、それから、そう、
心じゃなくて場所が入れ替わってた。心は入れ替わってなかった。うん、不思議だよね。ガンガン喋り使われてるよって、嬉しい。聞いてくれてるんだ今。え、なに、トークアバウト聞きながらショールーム聞いてるの？みんなトークアバウト聞いてる？てか聞いてる人がいた。聞いてくれてる。ちょっとそろそろやめよう。皆さんトークアバウトぜひ聞いてください。あ、もちろん聞いてる。え、嬉しい。器用なことしますね。今18切符の話。へえ。グッズ鉄の滝の美子さんに、なんで、みんすごーい。すごい今日のことします。だってあ、そっか、みんなあれ、ショールームもさ普段から2個とか聞いてるから聞いてるから、すごい器用だな。七並びやりながら見てる。七並びはさ、別に音声なくて視野で楽しんだらいいじゃん。でもラジオもショールームも割と音で楽しむ、耳で聞くから、うん、お腹が鳴った。すごい、イヤホンの左右聞き間違えてる。すごい。すごい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 なー、すごいなー、ああすごーい、最高、イエーイとかやったらラジオが全く聞こえなくなるのかな。じゃあ今の瞬間ラジオでちょうどいいとこだったのに。トークアバウト聞いてる、ありがとう。私エリア外で聞けないの。でもなんかやだな、自分出てるのにショールームするの、なんかちょっとやだな。そろそろ終わります。もう残りも少ないし。やった、コメントいっぱい来てる。後でアフラでやまー。そう、あとは今日一緒に出演していただいてる徳永ゆうきさんと伊藤さんがフォローしてくださってて、ツイッターを。でも今日気づいちゃって、そう、さっきフォローを返しました。そう、嬉しいね。嬉しいです、フォローしてくださってて。でもすごい申し訳なかったです。ずっといつ返し、いつしてくださった。そう、演歌歌手なんか、そうそう、第56回輝く日本レコード大賞新人賞一緒ですね、私たちも。あんこが寝言言ってる。あんこが寝言言ってる。聞こえる？
ちゃん、ベッドの下で寝てます。見えますか？この子はいつもベッドの下で寝るんです。ちなみに夏は絶対床で寝てますこの子。冬もでもベッドの下かな。よく机の下にいます。1階の時は目開いてないですね。閉じてます。はい。あとは雷が鳴ったり怖いなって思った時もベッドの下にいます。だいたいあんこいないなって思ったらだいたいベッドの下にいます。よいしょ。そう、雷がすごく怖いんです。よく腰が抜けちゃうで歩けなくなっちゃう。雷怖すぎて、うん、怖がりです。雷鳴るとブルブルしてた。そうなんだ。そうだよね。あ、すごい2万人ありがとうございます。 TGC 立ちっぱで腰痛くなった。それは大変。今日ゆっくり休んでください。でも私も着付けしてから 座っていいよって言われたけど座れなくって、あと10分だ。そうですね、あと10分で朝配信ができたのに。ピエン、へへ。座れないほどの緊張、あ、違う違う、緊張とかじゃなくってなんか着物って中にすっごい着込んでて、なんか例えばくびれとかあったらもうガン詰めでなんか真っ平らになるぐらいめっちゃタオルとか綿とかを詰めるんですよ。そう、こう寸胴になるように。それがなんか着物の最も美しいやつなんだろうな。そう、そうだからモデルさんとかも特に細いからめちゃくちゃ詰めると思います。そうですね、ビューティーってすごい努力。まあそうですよね、何事もそうですよね。そうで、だからめちゃくちゃこういろんなタオルとか綿とか詰めてギュッてされて、また上着てギュッてされてギュッてされてみたいな感じで、すごい暑かったです。
めちゃくちゃ暑かった。私めっちゃ汗かいてました。あと今日はねもう夜遅いのでねツイートしないんですけどね、私あの方と写真を撮ってもらいました。これもまたおいおい載せるのでお楽しみに。メールで送ったあの方々ではなく、当たるかな、大体わかる。え、ちょっと言ってみ、ちょっと言ってみ。え、あの人だったのヒントはモデルさんではモデルさんではないか。そのメールの方とも違います。まだこれ弟とお母さんにしか言ってないです。え、なんでわかったの。え、わかられた。俺やなって面白い。正解はスターティーン、リンゴちゃんさんと写真を撮ってもらいました。そう、大スター、そう、めちゃくちゃ大スター、お会いできて嬉しかったです。そう、アリちゃんがよくやって、そうなの、アリちゃんよくやってるの、かわいい。指さしてもらったらいいな、かわいい。そうなんだ、うん、おいおい載せます。今日はとりあえずもうこれで SNS は終了です。七並べしようかな、一回してみよう。みんな前アップデートされたから、なんか そう、インスタグラム3よいしょ、またよいしょ、また充電なくなっちゃった。20% でした。ちょっともう一個の方の携帯がね、もう残りね 5% しかないので、ちょっともう一個お助けに行ってたら、ちょっとこっちもなくなっちゃった。それでは皆さん準備できましたか。女子のスマホって充電がいつもないイメージ、確かにそれはあるあるかもしれない。それではいきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、あ、いけたいけた、一体いけたいけた。わーい、できた、いけた。皆さんできた、嬉しい。キミリン十傑さん、岡田奈々激推しさん、コカワシ十傑さん、ありがとうございます。
入り直したら繋がった。あ、じゃあギリ行けたのかな。ギリ。ギリ行けたのかな。今日は今はね、私のカード1枚しかねないの。そう、コオロギ泣いてる。そう、ちょうど雨止んだのかな。さっき雨降ってきちゃってて、そう、コオロギが泣いてます。野生のコオロギです。ピエン、おめでとう。あ、ありがとう。2位2位になれて嬉しい。あ、ラジオ聞いてる。ありがとう、ありがとう。一緒に2位、一緒に2位になれて嬉しい。お、1位おめでとうございます。そう、タイムフリーで後から聞けるのかな。このめちゃくちゃ聞いてほしい。めちゃくちゃ勉強になった。あ、なるほどね。あとでタイムフリーで聞けるのね。あ、じゃあぜひ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 。あ、もうあと10分だ。じゃあもうあと10分やろう。本当は今日1時間しか配信しない予定だったんだけど、なんかね、ショールームやっちゃうとね、なんかやっちゃうんだよね。どれみどれ、そう、ショールーム長くやらないってそうなの。でも多分ね、私のね、ずっと撮ってくれてる人はまあでしょうねみたいな感じだと思う。だって メールで今日ショールームやらないかもしれないとか言いつつ予約入ってるみたいな。そう、あとはなんかショールームショールームちょっとしかやらないですとか言いつつ、だいたい1時間はやるよねみたいな。いいんだよ、気分で。そう、気分で生きてます。15分とかで終わらせたことないよね。まあイベント以外ではないですね。うん、だってかもしれないだし、断言してない。あ、そうだよ、確かに。そう、私そうなんだよね。メールでかもしれないって言ってるから、今日は短い配信をしますとは言ってないから。確かに、ちょっと待って、見返してみよう。メール見返してみよう。あ、あんまり長い時間しないと思う、泣きって書いてる。しないと思う、思う、思ってるだけ。予定はやって、そう、やるとも言ってないし、やらないとも言ってない。あ、できないしはできないって言って、あ、そう、できないしは今日できませんって言ってる。で、できないかもしれない日はできないかもしれないって言ってる。そう、100% の時は本当に 100% で書いてるよね。できません、やりませんみたいな。そう、
エミリンメール撮ってるとだんだんエミリンが分かってくる。そうだね。うん。そうだから結構そういうとこあるかも。あ、その報告してる気持ちが嬉しい。あ、そうやって思ってくれる気持ちが嬉しいです。ありがとう。もごみ取った方がいいのか。あ、え、今なら、今だよ、取るなら。今月まだ何の日来てないし。1日7通送ってます。そして7の日、7のつく日、7、17、27日は1日7通っていう縛りがなくって、何通来るかお楽しみにの日です。はい、だいたい7のつく日はオフショットを無限に送ってます。結構なんか切れる人は切れる怒る人は怒るぐらい送ります。うん、通知がすごい。そう、あー、ちゃんと読んでますよ、ありがとう。うん、メールの美味しいの多いの嬉しいよ、ありがとう。あ、嬉しい怒り、それだと嬉しいな。まあでも合う合わないあるからね。なんかメール1日1通でいいのにって思う人は、私のメールいやこんなに多いならもう嫌だよって思う人もいると思うし、1日7通ってなんか少なくないって、まあ、思う人は思うじゃないですか。それは全然ね、誰が何に思おうが、私は自己満足で7通送るんで、自己満足で7の日はめちゃくちゃオフショット送るんで、全ては自己満足ですうるさいなと言いつつにやけるよね、かわいい。そう、そう、自己満足です。あ、受け取るこっちも自己満足なので、なんかそんな感じでお願いします。うん、電波ないときは大変そう。そうだね、大変そうだよね。私電波ないんです、ごめん、電波がないんです。今電波があるところに来て一生懸命メール送ってます。ダダダダダダダって。 NHK さんはね、割と電波がないことが多いです。うん、そうなのです。最初私の名前が載ってるのに一瞬びっくりしたけど、え、だってそう、あなたにしか送ってないから。そうだよ、あなたの名前を毎朝おはようって書いてるんだよ。私はあなたにしか送ってないから、今日何時からやりますってのもそう、あなたにしか送ってないので。そう、指針だから。そう、メールは全て指針です。あなたへの指針です。一人一人に手打ちしてます。うん、一人にしか送ってないから。そんな、ご冗談は。よしこちゃん、はい、壇上読みます。13位、おいでます、元気さん、メガネお疲れ、前波生誕、可愛い、感動した。ああ、いいな、お手紙誰からだったんだろう、ありがとうございます。第12位、ナオさん、ずっと見てきた中でもう今日は特に綺麗だった、また割り直しました、ありがとうございます。なんかメイクもね、すごい、自分で言うのもなんですけど、まあプロの方がやってくださってるのでいい感じですよね、ありがとうございます。11位、ゴーセブンさん、青の着物が綺麗でした、似合っててよかったよ、ありがとうございます。あ、手紙お母さんだったんだ、そうなんだね。10位スランプくんさん、青い着物すごく似合ってたよ、今日ゆっくり寝てね、ありがとうございます、今日ゆっくり寝ます、ありがとうございます。第9位がハムさん、ありがとうございます、コップンか
ありがとうございます。8位が、今日も一日おつでした。センターステージのところから見てたよ、綺麗でした。ありがとうございます、見てくれて。それだけで安心します、ありがとう。第7位がウシーさん、ありがとうございます。6位コーラさん、今日もユミリンが一番可愛かったよ、着物姿ありがとう。こちらこそありがとう、そうやって言ってくれて。第5位がマーボーさん、久々ショールーム見に来れたわ、来週広島行くからよろしく。おーよろしく、ありがとうございます、お待ちしてます。4位が遠藤さん、ユミリン大好き、ありがとうございます。第3位がエリオルさん、私も記憶力が欲しい。私も欲しい、ね、一緒にさドラえもんのとこ行ってアンキパン食べない、本当にありがとうございます。第2位が大好きマンさん、スターティーン、スターティーン、ありがとうございます。また写真どこかで載せます。1位がキンドさん、10月12日課外活動よろしくよろしくお願いします、ありがとうございます。猫にゃんもありがとうございました。あと1分しか、本当だ、あと1分しか。今日も一日すごく充実した一日でした。朝から鉄道のイベント、トークイベントに参加させてもらい、ね、ランウェイを歩かせてもらって、またランウェイとご縁がありますように。うん、そしてインスタグラムフォロワーが増えますように。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん、じゃあおやすみなさい、バイバーイ。